さあ、ってことでね、向かってきたいところなんですけど、次一応向かおうとしとるのが、なんていうところでしたっけ。はい、ってことでね、次向かっていくのは、多古地蔵っていう駅前の方にね、向かっていこうと思うわけでございますけど、市役所の近くなんですね。で、そっちの方に行ったら、ちょっと入ったところに、駐車場があるみたいなんで、そっちの方向かっていきましょう。で、この前の道ね、この前の道を、右折らしいんですけど、すぐにポンと右折ができるわけではないみたいなんで、ちょっと、ぐるっと回ってね、入っていこうと思います。ちなみにそこを右折して入ろうかなと思ったんですけど、その先がすごい細いらしいんで、ちょっとやめとこうと思います。ちなみに今ね、朝の6時20分ってことなんで、まぁ、ちょっとね、予定よりも早く出てますけど、まぁ、何やと、朝の6時に起きといてね、モーニングもね、快活クラブのでね、ね、この ナイトパック使っておいて、モーニングのストーム食べてかんのかと、いう声も聞こえそうですけどね。まあ、単純な理由です。昨日の、たらふく食った王将の針セットがね、まだお腹の中残ってますんでね、十分やということでね、ちょっと、今日は、ね、まあ、たまには食べずにね、行ってもいいじゃないですか、ということですね。同じ缶の押しだったんですね。ここも生贄回転寿司、何これ、あ、いけすか、いけす回転寿司ね。煮えとは読めないですね。そうだね、いけすですね。で、ここがちょうど今木町ということなんですね。ここでいいのかな、たじめ町っていうところらしいですね。これでたじめね。で、行きに来た道にまた戻って、入れ替えていくような感じが一番いいみたいですよ。もう、Google ナビ使いませんので、まあ、岸和田の市役所の方面向かってたら、ストンと行けそうなんでね、もう前もってこれぐらいの距離だったらもう頭の中に入れれますから、ここだな。これが昨日通ってきたところですね。はいはいはい、いい感じですね。よし、で、この道を今度左ね、曲がって、もうちょっと先行かれてるんですか。何回越えないといけませんから、一回何回を越えるみたいなんで、まずは JR の高架をね、越えていったら、その先に南海本線がね、出てきますからね。やっぱ昨日映しとったところは、南海の高野線だったみたいですね。まあ、三日市町って出てましたもんね。そう、三日市町は、うちも行きましたからね。ちょっとね、三日市駅とね、三日市町駅を、駅をね、間違えちゃったよって言ってね、一応行ってみたことがありますね。まあ、あれは、本当に駅前行ってみたらいいけど、まあ、特に、何も、ね、取り高はなかったような感じだったんでね、今だったら完全にサブの方に回すようなあれでしたけど、あれはなんだ、河内長野行って、あ、そっか。行き先表示幕を最後取りに行った時にね、ぐるって回るまでにだいぶ時間があったんで、時間つぶしにちょっとなんか一駅だけ乗ったんでしたね。で、ああ、間違えちゃったって茶番やりましたよね。やりましたね。そう、やっぱあれは企画としては、いつもね、暗中模索の中でやってるって言えばそれまでなんですけど、企画としてはやはりそこから間違えた駅にたどり着かないと、企画としてそもそもなんか成立感がないですよね。ね、間違えた駅だけに行っとったらあれですね。まあ、あの時は時間潰しっていうのもあったんでね、あれですけど、で、これ26号線、これはもっと先に行かないといけないみたいね。あ、バンバンあんじゃん、こんなところ。へぇ、なかなか
これ岸和田店かな。だとしたらまあまあ昔からあるバンバンですけどね。中井町焼肉特急。テイクアウトもやってるみたいでね。生肉ってのかな、焼くだけってなってましたから。まあどこも取り合いですからね、大変ですよね。岸和田城も近くみたいですけどね。これ何階のところかな。あ、分岐じゃなくてこのまま渡れるのかな。吉井町らしいです。あ、かなりちょっと変則なあれですね、交換になってますね。脇向きもこっそり作りつつ信号車なんですね。岸和田市役所が今回斜めに入ってたりみたいですね。はい、じゃあそっち行ったらいいんでしょう。ここね、なるほどね、ここ入ってたらいいんだ。あ、これまっすぐ行くと木材コンビナートなんです。木材のコンビナートってなんか新鮮ですね。うちはやっぱ石油化学コンビナート。コンビナートっていうのは石油化学コンビナートのイメージですけど。入ってみようかな。これで、境坂南線？境坂でいいのかな？海阪かな？海阪な。南線なんか大阪南港みたいな感じで海阪南線って言いたくないってありますけど、わかりません。で、競輪場前、競輪場がこれ、あ、横にあるの、これでも今工事中なのかな。これが競輪場なのかな。へえ、あ、お城も出てきたわ。あ、でもこっち西に来ましたね。カスうどん出てますよ。カスうどん一人焼肉、すごい組み合わせですけどね。カスうどん美味しいですもんね。こっちはつけガムうどん、めっちゃ警察出払ってましたけど、春樹っていうんですね。お、玉でもありますよ。あー、今日も光ってるね。さすが玉で。au ペ使えるようになったんや。玉で最強やね。ああ、すごいな。でもここはあれですね、自転車台が広く取ってあるんでいいですね。岸和田の町いいな。ね、もう、こんだけの方が、ね、自転車台があれば、怖くないですもんね。右折台のところだけちょっと減りますけどね。うん、あんだけ広く取っちゃうといいですよね。あの、なんちゃってで後からね、あの自転車用に作りましたよって感じのところとかも多いじゃないですか。ああいうところね、逆に怖い時ありますもんね。ましてやながらスマホやってるね、チャリンコとかおったらね、ちょっとお前やめてくれよって、よく通過するの、ちょっと嫌ですからね。まあ、一応 1.5 メートル、やっぱね、取るようにはしてますけどね。うん、鴨居町、こっちは加えるで守るで鴨居なんですね。三重県だとね、神を守るって書いて鴨居、あ、神の森って書いてね、鴨居っていう町がありますけどね。あそこだ、菰野町ですね。菰野町鴨居ってありますよね。で、言っとったら、もう言っとるうちには今度、上の地帯、これは上野町なんだ。上野と書いて上野って読むんですね。なるほどなるほど。で、泉大宮駅からもうちょっと奥段か。ほう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 。あ、結構これが岸和田の市街地の方なんですかね。ゆうちょ銀行でっかいな。沼町、沼、すごい名前ですけどね。なんか今日は沿道をめちゃくちゃ警察さんがエスコートしてますね。おい、山田が通るらしいぞと。
まあ、よく帰ってからお前大阪にあの底辺 YouTuber 来とるらしいぞ、お前ちょっと監視しとけと言ってるんでしょうかね。いやなんか私が行くと名古屋にいた時ももう6台ぐらいパトカーが取り囲んで出ましたもんね。いや要注意人物になってるのかもしれませんね、わかりませんけど。そう今のあたりが岸和田駅のあたりだしね、ここはもうセントラルなんでしょうね。でそのセントラルの名前は堺町なんですね。堺市とややこしいな。おーおーよし、でも私の目も覚めてきましたよ。だん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 テンション上げてってますよ。どないやねんっていうね、いやー堺町なんですね。堺市の南にある岸和田市にある堺町、ややこしいね。大阪ってこの信号割りのところこうやって出すやの面白い、ユニークですよね。あの LED 表示のあれはなんか分かりやすくていいな。あ、これ1人だな。お、なんかでっかい、これ後ろか。あ、すごい、あ、立派だ。あ、立派だ、すごい。市営駐車場になっている。そうですね、多分その岸和田城とかを見れるように作ってあるんでしょうね。お城の石垣がすごく立派でしたね。で、言っとったらこの辺りがタコ地蔵駅下りってなってる。あ、タコ地蔵駅って名前出てきましたよ。もう結構いい辺りに来てるみたいですね。あれタコ地蔵駅ってことはどっかにタコ地蔵ってなんかタコさんの地蔵とかあるんですかね。ちょっと気になるな。まあ時間も余裕ありますし、ちょっとあれでした、あの駐車場止めすんなり止めてたらちょっと調べて行ってみましょうか。タコ地蔵ちょっと見てみたい。どうせあのイベント自体10時開催ですからね、まだ今6時40分ですからね。そう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 、毎度のことも、フライングにも程がありますからね。さあ、どうかな。あ、これでも貝塚市に入っちゃったな。フーズマーケットだ。ちょっときついてる感じがあるんで、上がりましょう。フーズマーケット、ホープ買えてんだ。これはか、あ、で、その前が、あれですね、走ってるんで、そっちの方に向かっていかないといけませんよと。ただ、これは完全にただの住宅街ですな。ああ。これは、完全に、ただの住宅街。切れやのかな。抜けれもしなければ戻れもしないな、これ。ん？おや？これはもしかして袋小路というやつではありませんかな。失敗したー。わあ、完全に袋小路だ。迷ったね。どっから出れるのこれ。迷うことなき袋小路、袋小路にはまっちゃったよこれ。なんて典型的な袋小路の構造なんでしょう。そっから出れるのか、そっから出れるのかな。はい、すいません、住宅地の皆さんお騒がせしました。底辺 YouTuber は見事に道を間違えた模様でございますと、これまでやったな。ここは右折いいよね。おお、
そうですね、岸和田の南の端っこの名前が、一番南の名前が南町南っていうのがすごく潔がいいですね。南町南ですって、もう一番南のここが一番南やでと。おお、わかりやすい、岸和田わかりやすいですね。ああ、またどうか。あ、でももうそこら辺もパーキングの文字出てるもんな。お、細い。この並びに。もっと安いところがあるみたいなんでね。これは狭いぞ。あ、パーキング出てきた。あ、出てない道なんで400円、え、前に来すぎたかな。もうちょっと奥行った方がいいかな。ここは400円、でも調べとったら300円ぐらいであるみたいなんでね。ああ、これがタコ地蔵駅なんだ。はいはいはい、ここ老木の横なんや。もうすぐ近くになるみたいですね。交番、すみませんすみません、安い駐車場知りませんか。一通じゃないね、大丈夫。あった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 、タイムスがあるわ。俺ただ細いんだよね、入る前に確認しておきたいけど。おー、細い細い、これは細いな。ここは24時間330円、ここでいいや。もっとね安いところもあるみたいですけどね。ちょっと外れ入ってくるのに、これちょっと初見殺しですね、かなり。さあ、今日こういうルートを取った人どれくらいいるでしょうね。やっぱでも鉄道で行く人がメインで多いと思いますけどね。前ですからね。よっしゃー、さあ無事着きましたよ。もう駅前なんで、ね、駅の場所もすぐ分かりましたんで、あとは